今日から始まった宮城の伝統的工芸品のある暮らし展。この展示会は県内の伝統的工芸品を多くの人に知ってもらおうと去年から開かれています。会場には仙台張子や仙台タンスなど伝統的工芸品19品目が並びます。いや、知らないものばっかり、ほとんど知らない。地元にいる僕らが地元のものをやっぱり使っていかなくちゃいけないんだっていうのは、まあ、頭の中では分かってるんですけどね。なかなか。会場では職人による実演も行われていますが、今日は特別企画としてむすび丸とベガルタ仙台のベガッタが包み人形の絵付けを体験しました。絵付けするのは包み人形のむすび丸です。ベガッタに意気込みを聞いてみると、書いてますね、仙台宮城の伝統工芸に携われて嬉しいので恥じぬよう頑張ります、決意してますね。はい、職人の佐藤明彦さんから手ほどきを受けながら顔料で色をつけていきます。基本的には顔料を使ってやっていますが、これは普通に画材屋さんで売ってる絵の具になります。仙台の包み人形は日本に伝わる土でできた人形のうち、京都の伏見人形と並ぶ日本二大土人形とされています。結び丸くんの目、お目の方を塗っていきますね。丸く可愛らしく塗ってくださいね。作業はおよそ30分。結び丸も心配そうに見守る中、ついに完成しました。それがこちらです。画面右がベガッタの作った人形です。なんとも美男子な結び丸です。題して可愛くないおにぎり丸だそうです。はい、個性的な結び丸くんになってました。可愛らしくていいですね。はい、絵付け体験はできませんが、職人の技も間近に見られるこの工芸品展、青葉区の東北電力グリーンプラザで今月19日まで開かれています。